おはようございます。2018年11月23日、古民家風の家、最後の朝ごはんです。じゃーん見てください。今日はゲストと同じ朝ごはんにしてみました。はい。えー、これはね、いつもの鮭と、うん、白あえですねほ。ほうれん草が入ってます。白あえと、 えと、きゅうりの漬物と梅干しとそぼろ納豆。納豆はね、ちょっと今日は、これ私だけです。と、大根サラダ。で、こちらはもやしとね、白菜の残りのお味噌汁と、はい、炊きたてのご飯。じゃん、どうですかこれ。美味しそうでしょう。本当にね、割と私の朝ごはんはね、評判がいいんですよ。えっ、ー、とね、ちょっと鮭はよく焼いて。 歴史の梅干しもつけてみ、つけてみました。これはね、つよしくんからのプレゼントで、すんごい美味しいの梅干しもね、こう一級品になると本当美味しいよね。ということで、大根サラダ。あ、まだね、これちょっとドレッシングかけてないんです。これから今ドレッシングをかけて。はい。あー、これ全食。やっぱりね、日本の和風のこの、まさに最後の朝ごはんって私、その旅館のね、え赤沢温泉の あの朝ごはんがすごく大好きでそれからこの命名したんですけどまあこれがちょっとね旅館の朝ごはんを私はちょっと目指してまあ実際今民泊やってるので朝ごはん、まあ、旅館風っていうかね宿泊者に提供してるんですけどすごいね評判いいんです割と本当にということで今日はあのゲストと同じこの朝ごはんを食べて 1、えー、日頑張りたいと思います。勤労感謝の日、11月23日。もう残りほんと1ヶ月しかないと信じられない。ということで、今日は天気が良さそうです。皆さん、1日3連休って人も多いのかな元気に過ごしましょう。古民家風の家、マダムゴンでした。いただきます。うまあ、そう。久しぶりにちゃんとした朝ごはんだ。いただきます。